ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。そういえば魔理沙、この前幕末の話をしてくれたけど、あの時坂本龍馬の話をしなかったじゃない。ああ、そうだな。どうしてしなかったのかしら？魔理沙は龍馬はあんまり好きじゃないの？いや、そんなことはないが、重大事件に絡んでいるかというと少し微妙だとは考えているぜ。ただ逸話を調べるとすごく魅力的な人物だし、私も大好きだぜ。なんで龍馬は暗殺されたのかしら？まだ犯人はわからないのよね。そうだな、有力とされる説はあるが確定ではないぜ。そうだわ、今日は龍馬の話を聞かせて。わかったぜ、今日は坂本龍馬の生涯と暗殺事件を簡単に見ていくことにするぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。幕末の天魔、坂本龍馬とは。まずは龍馬について簡単に解説するぜ。坂本龍馬は1836年に土佐藩の豪氏の次男として生まれるぜ。豪氏っていうのは戦国時代に長宗我部氏に仕えた武士で、高知では下級武士のことを指すのよね。霊夢も龍馬好きだったな。今日は解説がはかどりそうだ。もともと坂本家は埼玉屋という土佐の豪商の分家で、分家する際に多額の財産を分与されたので裕福な家だったんだ。後年亀山社中を開いて会社を起こすのは、実家の影響もあったのかもしれないわね。龍馬に転機が訪れたのは1853年、17歳の時に江戸で剣術修行に出かけた時のことだ。江戸に到着した後にペリーの来航があるのよね。このことが後の尊王攘夷活動につながると言われているぜ。まあ攘夷についてはほとんどやっていないも同然だが、二度の江戸遊学でわずかだが軍学者の佐久間昭山に弟子入りするなど、幅広い知見を得ることになるぜ。でも龍馬の師匠といえば勝海舟だわ。勝海舟には1862年に土佐藩を脱藩した後に師事することになるぜ。開国派の勝海舟を切りに行ったけど、説得されて弟子入りしたって話ね。その話は勝海舟が語った話だが前後の流れや、龍馬が前福井藩主の松平春嶽からの招待状を持参したことから、勝海舟の記憶違いであり、龍馬は最初から弟子入りしに行ったというのが今の通説だぜ。龍馬の活動はいろいろと評価が変わることが多いわね。歴史的評価が固まる前に小説が先行した人物だからな。話を戻して、勝海舟に指示した龍馬は、勝が開いた神戸海軍操練所の塾頭となるぜ。日本で遅れていた海軍とそのための塾よね。しかし、この神戸海軍操練所の中に京都で起こった禁門の変の参加者がいたため、わずか2年で廃止させられてしまったぜ。この時操練所の塾生の身を案じた勝は、薩摩藩家老の小松立脇に後を託すことになる。龍馬の活動が表に出てきて、倒幕運動が本格化してくるタイミングだな。薩摩としても薩英戦争で敗れた後、海軍力の強化に力を入れており、龍馬ら神戸海軍操練所のメンバーは歓迎されたようだぜ。お互いの利害が合致して亀山社中につながるのね。亀山社中は今話した通り薩摩藩が出資して作った薩摩藩の海運部門だ。日本で初めての株式会社とも言われるが、さすがにそれは少し言い過ぎだと思うぜ。亀山社中は薩摩藩の影響を大きく受けていたから、当然その意見に左右されたのね。そうだ、そしてその中で薩摩藩側から倒幕のための薩長同盟を提案され、龍馬が奔走することになるんだぜ。龍馬としても後に陸援隊隊長となる中岡慎太郎と共に、長州藩へのパイプを生かして薩長同盟への橋渡しを行うことになるぜ。龍馬が薩長同盟に果たした役割は私は大きかったと思うわ。諸説あるがとりあえず今はその話については置いておくぜ。薩長同盟の締結前には薩摩藩が英国から買い付けた武器を長州藩に運び、対価として米が薩摩藩に運ばれるぜ。第二次長州征討の直前ということもあり、薩摩藩は受け取らないがな。亀山社中の初めてのお仕事ね。話は前後するが、薩長同盟締結直後には、京都寺田屋で祝杯を挙げていた際に、伏見奉行所の襲撃を受けるぜ。寺田屋事件ね、おゆうさんが襲撃を教えてくれるのよね。教えてもらったこともあり、龍馬は高杉晋作にもらったピストルで応戦し、伏見奉行所に反撃して二人を殺害するぜ。ただ左手に重傷を負ったらしく、西郷隆盛の勧めもあり、九州でおゆうさんと西洋がてら旅行に行くことになるぜ。日本で初めての新婚旅行と言われているわね。この旅行の後に龍馬はまた亀山社中で、業務を行うがこの頃薩摩藩から少しずつ離れて、土佐藩の外郭団体となり海援隊と解消するぜ。ちなみに中岡慎太郎が隊長の組織が陸援隊ね。海援隊発足してからいろは丸沈没事件が発生するぜ。これは大型の奇襲反戦名工丸と、海援隊が借り受けていた大須藩籍の蒸気船いろは丸が衝突し、いろは丸が沈没した事件だ。船を沈めたその償いは金を取らずに国を取るね。今霊夢が言った内容の歌を賠償交渉の町、長崎で流行らせ脅迫するような形で、奇襲犯は8万、
3526両198文の支払いを行うことに同意するんだぜ。なお、現在の研究では、そもそも違法な進路を取ったのはいろは丸川で名工丸には問題がないという説が有力だ。単に龍馬の交渉能力が優れていたということかしら？それもあるとは思うが、第二次長州征討後に幕府の権威が下がり、薩長との倒幕派の連合が、大きく勢力を伸ばしているところに起きた事件だ。本当に国を取られると思って紀州藩が折れざるを得なかった、ということの方が大きいと思うぜ。確かに幕府を倒しちゃうような藩がバックにいたら、まともな交渉にはならないわね。この後は大政奉還及び暗殺事件まで待ったなしだ。土佐藩の重役で、海援隊の発足やいろは丸沈没事件の解決にも尽力した後藤象二郎という人がいるんだが、ここら辺からはこの人と動きを共にすることが多くなってくるぜ。この先の話をする前に土佐藩の話をしておくが、土佐藩は基本的には後部合体を志向しており、特段目立つ倒幕活動は行っていなかったぜ。主に下級武士を中心とした土佐勤王党という倒幕派もあったにはあったがな。龍馬も加入していたのよね。加入はしていたがあまり目立った動きはしていないな。土佐藩が考え方を変え出すのは第二次長州征討あたりからだ。自由が明らかに倒幕寄りとなってきたことで、長州藩と薩摩藩に近づいていくんだ。海援隊と陸援隊もその一環ね。土佐藩は幕府が長く続かないことは認識していたが、まだ大政奉還か、武力倒幕かは決めかねていたため、後藤象二郎や龍馬の唱える大政奉還論と、中岡慎太郎や犬井大輔等が唱える武力倒幕論で藩内が割れていたぜ。最終的な判断は前藩主の山内陽道の決定で大政奉還論となるが、誰も幕府が受け入れると思っていなかったため、薩摩藩等も含めて大政奉還で進めてダメなら武力倒幕という形に進むぜ。ところが大政奉還が受け入れられちゃうのよね。そうだな、そのため幕府の力が温存され新政府が骨抜きとなるのを恐れた薩長等の倒幕派は、王政復古のクーデターを起こすぜ。龍馬暗殺事件の発生は大政奉還が行われた約一月後で、王政復古のクーデターの約一月前という微妙な時期だ。とうとう龍馬暗殺の話に移るのね。霊夢は龍馬の暗殺についていろんな説があることは知っているか？知ってるわ。有力なのは京都見回り組説で、新選組説、薩摩藩説、紀州藩説くらいかしら。大体主なものは抑えているから霊夢が挙げた4つを紹介していくぜ。日頃の行いで一時は本命に、新選組説。まずは新選組説だ。新選組は有名だから詳細は省くが、要するに京都の治安維持組織で、京都守護職の会津藩松平かたもりの指揮下と見られていたぜ。池田屋事件が有名よね。新選組が疑われたのは霊夢が言ったようにもともと維新志士の殺害を繰り返していたことで、龍馬と一緒に襲撃され、2日後に死亡した中岡慎太郎は新選組の犯行ではないかと考えていたようだ。この説は有力ではなかったの？事件当初は新選組が有力と見られていたが、この日は幹部の会合が行われており、さらに3日後には新選組の分派であり、敵対していた御用絵師の殲滅作戦である油の工事事件が発生したため、龍馬暗殺事件に関与する余裕はなかったと考えられるぜ。新選組説はアリバイがあるということね。結果的には一番利益を得た、薩摩藩説。続いては薩摩藩説だ。薩摩藩説は武力倒幕を行おうとしていた西郷隆盛や大久保利通が、大政奉還が成立してしまったのを受けて、報復に及んだ、もしくは今後幕府の力を削ぐ上での障害となると考えて暗殺したとの説だな。前福井藩主松平春嶽は事件の一報を受けて薩摩藩が行ったと考えていたようだな。もともと薩摩藩のために働いていた龍馬をいらなくなったとはいえ暗殺するなんてひどい説ね。薩摩藩は龍馬が考える大政奉還後の政府の中心に、最後の将軍徳川慶喜をそのまま当てようとしていると、考えていたらしく、あくまで幕府の力を削いでしまいたい薩摩藩にとって都合が悪かったとの考えもあるぜ。ただなぁ、あんまり言いたくはないんだが、龍馬がそう考えていたとはいえ、言ってしまえば土佐藩の、中心でもないただの志士だ。薩摩藩がそこまで気にするのかというのは疑問だぜ。確かに暗殺するというのはいくらなんでもやりすぎな気がするわね。また、中岡慎太郎は土佐藩の武力倒幕派の重鎮だ。薩摩藩が行ったのであれば、顔見知りがいるはずだし、中岡慎太郎は殺す必要がなかったのではないかと思うぜ。確かにそうね、バレた時の土佐藩の反応を考えるとあまりいい策とは思えないわ。動機だけだが報復をされる、紀州藩説。次に紀州藩説だ。紀州藩はいろは丸沈没事件の恨みといったところかしら。そうだな、まさにその一点のみが根拠だぜ。中岡慎太郎と龍馬がそれぞれ隊長を務めていた陸援隊、海援隊はこの説と考えていたようで、実際に報復のために紀州藩士三浦九太郎を襲撃した天満屋事件が発生しているぜ。動機は確かにあるけど、この時点での砂漠派はほぼ負けかけているんだし、紀州藩として動くのであれば、下手したら倒幕派も含めて敵に回すことになってしまって危ないのではないかしら。
そうだな、正直私もこの説は考えにくいと思っているぜ。リスクとリターンが全く釣り合っていないので、もしこの説だったとしたら犯として行ったのではなく、犯死の勝手な犯行という形になるだろうな。証拠複数の大本命、京都見回り組説。最後は京都見回り組説だぜ。今までのお話は全て否定していたから、京都見回り組説を知ってことかしらね。ああ、そうなるな。証拠はたくさんあるな。まずは事件前に前述の御用絵師の伊藤貸太郎と藤堂平助が、龍馬に対して新選組と京都見回り組から、命を狙われているという話をしているぜ。また、事件直後に新選組の内部資料で、京都見回り組が行ったとの連絡が回っているぜ。そもそも実行犯が自供しているのよね。ああ、そうだな。見回り組大使だった今井信夫は明治2年に見張り役だったとして、その後明治33年には実行役だったとして、取り調べや新聞のインタビューに答えているんだ。どうして話がすり替わったのかしら？一つは明治2年だと新政府による新選組や敵対勢力への処罰が行われており、直接手を下していない、というアピールをして原型を狙っていたものと思われるぜ。また、見回り組大使の渡辺敦が大正年間に弟子や家族に語った話として龍馬殺害の様子を話している。さらに今井から実行犯とされた佐々木忠三郎の兄である手代木勝藤が死の間際に養子に語った話として、弟の佐々木忠三郎が実行犯との話を聞いたとあるぜ。ここまで話が出てきていたら確定じゃないの？微妙にそれぞれの証言が違うのが気になるが、少なくとも実行犯のうち二人が自供、親戚の一人が証言、さらに今井は罪に問われるのが分かっていながら、わざわざ自供しているというのはポイントが高いな。動機は何だったのかしら？大政奉還に関する恨みとか？いや、京都見回り組は京都の治安維持組織だ。恨みといったものではなく、寺田屋事件の際に伏見奉行所の人間を2名殺害したことに対する取り締まりだろう。裏でどう思っていたかはわからないが、少なくとも名目が立つのに他の理由を持ってくる必要はないぜ。ただ、この辺は少し疑念があってそれは口述するぜ。とはいえ、基本的には私は一応京都見回り組で間違いないと考えているぜ。何か含みのある言い方ね。さっき京都見回り組は仕事で行ったと言ったが、大政奉還後に切り殺すっていうのに少し違和感があってな。この時点での龍馬は一部幕府の重臣にも顔がつく、ちょっとした有名人だ。正直政局を動かすような力はなかったと思うが、敵も多いが味方も多い人物で捕縛に行くならともかく、いきなり従者も含めて切り殺すっていうのは少し違和感があるなと思っているぜ。なんだか話の流れが変わってきたわね。面白くなってきたわ。ともかくまだ不思議なところはあってな。今井は暗殺事件を自供後禁錮刑を受け静岡藩に預けられるんだが、この処罰の内容が軽い気がするぜ。比較するには少し荷が重いが、新選組は主だった暗殺実行犯は斬首刑ばかりだ。もちろん偽名を使って生き延びた斎藤はじめや長倉新八などもいるけどな。で、話を戻すが、静岡藩っていうのが幕府が亡くなった徳川宗家のために作られた藩なんだぜ。犯罪者の元上司に預けて禁錮刑となるのね。そういうことだ。これ自体は他にも親類の藩に預けるという例もあるので、そこまでの話ではないかもしれないが、天満屋事件に関わったメンバーも新政府にいるのに、この程度の刑で終わっているというのを聞いて拍子抜けしたぜ。職務で行っているんだから過剰な罪を問えないってことかしらね。そうなるとまた不思議な点があってな。なぜ京都見回り組は龍馬を殺害したことを公表しなかったのかというところだ。業務で行っているのであれば、きちんと報告すれば褒美がもらえるはずなんだよな。そういえば池田屋事件の時に新選組は褒美をもらっていたわよね。今井の自供は事件から2年後で、手柄とするには遅すぎて、時効とするには早すぎるという、微妙なタイミングだったんだぜ。しかも当時は新選組説が有力で、黙っておけば罪に問われることはなかっただろうな。確かに少し変なタイミングね。そもそも龍馬はまだこの時代は、今ほどの有名人ではないって聞くから売名行為とも考えにくいし。最後にちょっと信憑性に難があるが、今井は西南戦争の際に西郷隆盛を助けに行こうとしていたという話だ。なんでまたそんな話が、当時の風説では西郷が今井を助けたという説があって、今井の息子がそれを認めるように助けに行こうとしていたと証言しているぜ。あれ？じゃあやっぱり薩摩藩説になってしまうの？いや、私の推理では西郷かその周りの人物が今井に司法取引を持ちかけたんじゃないかと考えているぜ。暗殺自体はあくまで公務として行われたものであり、薩摩藩は絡んでいない。それどころか、いきなり切りかかっているのを見ると京都見回り組の実行部隊の独断の可能性が高いと思うぜ。薩摩藩としては京都見回り組が独断で暗殺を行ったとすることは把握しているが、証拠がなかった。そして龍馬暗殺の噂が絶えなかった薩摩藩が、今井に証言するように頼んだ。支援による暗殺ではなく、公務による取り締まりとして罪を軽くすることと引き換えに、ってところね。これだといきなり切り殺したのも、罪が軽いのも、少し間が空いて公表したことも辻褄が合うぜ。
今井が西郷隆盛を助けようとしたこともすんなりと理解できるわ。もちろん私の独断と偏見によるものだから、信じるも信じないもあなた次第だぜ。そろそろ時間だし、お話はこれくらいかしら。どうだった今日の話は？龍馬について改めて考えさせられたわ。他にも龍馬については話したいことがあるから、いずれ話すつもりだぜ。他の話についても教えてほしいわ。そうだな、面白い話が見つかったら今度また持ってくるぜ。皆さんもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは日本史の面白い話を、今後も続けていきたいと思います。高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしています。今後の励みになりますのでお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。